暁に再び明かりを灯す。そのためにも最初の一歩を踏み出さねばならないが、あらぬ疑いをかけられたままではできることも少ない。イシュガルドの地で再起をというタタルの言葉にも一理あるとは思う。君とタタルだけでも彼の地に赴き、私はウルダハに戻って。焦りは禁物ですぞ、アルフィノ殿。オルシュファン殿、ウルダハの動乱の真意を解明し身の潔白を明らかにしたいのは理解できます。しかしこのような苦境にあればこそ焦りは禁物というもの。それにあなたには頼もしい仲間がおられるでしょう。そうでしたね。私はもう一人ではないんだ。朗報を持ってきましたぞ。我がフォルタン家当主エドモンド・フォルタン伯爵がお三方の後見人となることを申し出てくださりましてな。これによりお三方はイシュガルド四大名家の一つフォルタン家の庇護下に置かれた正式な客人としてコートに入ることが可能となりました。まずは本家の屋敷を拠点に情報を集めながら今後の方針を固めるといいでしょう。反撃の狼煙を上げるのはそれからでも遅くはありません。わかりました。ではご厚意に甘えさせていただきます。感謝いたします、オルシュファン殿。当主はアイメリク総長と同様に話のわかるお方だ。きっとお前にもいい対応をしてくださるだろう。後ほど会おうぞ、友よ。行こう。千年の戦を続ける聖教の都、コート・イシュガルドへ。暁の思いを無にしないために、私たちの戦いをもう一度始めるために。はいです。その者はわずかな友を伴いやってきた。陰謀により血で汚された祝賀会を出したかつての英雄は、あらぬ汚名を着せられ今や追われる身である。それでもなお再起を信じ、失われた仲間と希望を探し求め、彼らは歩み続けていた。落ちた英雄が訪れたのは北方の地クルザスを領する山の都イシュガルド。国境イシュガルド聖教のオサタル教皇が王権を有し、先人ハルオーネを主神とする
宗教都市国家である。四大名家率いる貴族たちが剣と槍を掲げ、旧敵ドラゴン族から都市を守り戦い続ける。粒子戦争とも呼ばれる千年もの果てなき戦いを。固く閉ざされた大神門の扉を開き、歴史あるコートに足を踏み入れた光の戦士たち。彼ら異邦の者たちの到来が、千年の歴史を揺るがす変革の始まりとなることを、この時知る者はいなかった。オロシファン、ただいま暁の皆様をお連れいたしました。おお、到着したか。よくぞおいでになった暁の方々よ。我が名はエドモンド・フォルタン。お初にお目にかかる。歴史あるフォルタン家の家名を継ぐ者として、一同皆様の来訪を心より歓迎しますぞ。お会いできて光栄です、閣下。この度のお招き、誠にありがとうございます。礼をせねばならぬのはこちらの方というもの。イシュガルドの民を代表し、感謝の意を示させてもらいたい。しかし、戸様の、しかも汚名を着せられた我々を客として迎え入れることに問題はないのでしょうか。アルフィノ殿は心配性でいらっしゃる。確かに我らがコート、イシュガルドはドラゴン族との戦いに専念すべく門戸を閉ざしてきた。だが私はこうした難局にあればこそ国外の勢力と手を取り合うべきだと考えている。無論教皇庁の内部や他の四大名家の中には貴殿らの訪問に眉を潜める者もおりましょう。なればこそエオルゼアの救済のために活動する貴殿らの行動によって誤解を解いてもらいたいのです。伯爵閣下のお言葉を聞き安心しました。仲間がチリジリになった今、できることは限られましょうが、閣下の思いに応えられるよう努めさせていただきます。それはありがたい。そうですな。まずはコートの暮らしに慣れるためにも都市内を見回ってきてはいかがかな。イシュガルドで何をなすべきかを考えるのはその後でもよろしかろう。